前北宮子です。中野区から都議会議員に立候補しています。マ北キは民主主は民主主義を諦めたくないんです。子供たちに SDGs 環境のことを教えています。子供たちが環境を守る。ちゃんとこういう世の中にしていく。頑張ってます。民主主義も教えてます。こういうふうにやっていく。だけど大人たちの実践が ちゃんとなってません。都議会が話し合いの場になっていないからです。前北都子は都議会をきちんとした話し合いの場、子供に見せても恥ずかしくない議論のかみ,かみ合う場にしていきます。答弁拒否や耳障りの悪いことを言った議員の排除、そういうことをしない、ちゃんとした民主主義の議会にしていきたいと思って立候補しました。 前北宮子、中野区の都議の補選です。2枚目の紙に前北宮子とお書きください。必ず知る権利を守って、環境を守れる、明治神宮の木を切らない政治を実現したいと思います。前北宮子です。どうぞ、投票よろしくお願いいたします。 前北都の後援会長の弁護士の小島敏郎と申します。環境省の時から小池知事と一緒にやってきました。2016年の都知事選挙の時には小池さんを応援をいたしました。しかし小池さんは今大きく変わりました。自分が打倒をした都議会のどん その立場に今小池さんは立っています。その結果どういうことになったか、昔の政治に戻りました。都民に情報を公開しない。都民の声を聞かない。そして業者の声を聞いて、都議会の人たち、主だった人たちと相談をしながら政策を決めてしまう。そこに都民はいません。そういう強権的な え、都政になってしまいました。これを、抑制する、牽制するのが都議会の役割です。で、今回、7月7日の選挙では、都知事選挙と同様に都議会議員選挙の補欠選挙があります。え、そして中野区から前北都が立候補しています。え、どの政党にも属さない。え、どの企業団体の支援も受けない。 どの宗教団体も、どの労働団体の支援も受けない、完全な無所属、そういう方、中野区の方々に一つの選択肢を示すために、前北宮子は立候補いたしました。ぜひ東京都を良くしていきたいと、そういう方にお願いをいたします。前北宮子を都議会に送ってやってください。 7月7日、都議会議員選挙中野区には前北宮子をお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前北宮子を都議会へ送ってください。どうぞよろしくお願いいたします。